九州は一つ。極細の金箔で文様を描く切り金。発祥は紀元前とされ、日本へは仏教とともに6世紀にもたらされた。福岡市で古代より伝わる技を継承する江里朋子。匠の蔵。京都に生まれ、結婚して福岡へ。故郷へはたびたび戻るという。眺めも良くて、やっぱり京都に来たらここを通ると帰ってきたなって思うような場所ですね。あ、そうですか、はい。平安神宮のお膝元にある実家、父光慶は仏の姿を木に刻む仏師だ。切り金には仏教とともに日本に伝来した歴史があり、江里の出発点も父の彫った仏像に装飾を施すことだった。創作の拠点は福岡にありながら、今も京都で仏像作品に取り組んでいる。毘沙門天、甲冑に見事な切り金が施されている。胴には毘沙門亀甲と呼ばれる伝統的な図柄をあしらった。釈迦如来座像、全体を金粉で塗装し、その上に切り金で装飾している。釈迦のまとう衣の飛騨に合わせるデザインの緻密さ。両方行き来することが何かこう創作の上でもプラスになってる感じですか？そうですね、やっぱ御子自身っていう言葉はありますけど、やはりこう古いものを、そういうことから勉強して、また福岡でよりまた新しいものをこう探っていくっていう、そういう今スタンス。ものすごくわかります。その御子が京都で地震が福岡っていうような、すごくいいバランスですよね。そうですね、本当に今自分にとってはすごくいいバランスでやらせてもらってるなと思ってます。